ですか。どうす、はい、なんですか。会長が会社の一日ということで。俺もう今日来たね。昨日も来たって。会長の会社一日に密着します。あの医者から行きます。会長今日しんどそうです。いやちょっとね、予想もしない飲み方させられて、本当にめったに二日酔いないんだけど、はい、いやしんどくて、で朝もうでも寝れないんだよ。で寝れないから朝無理やり朝飯を食ってジム行って、でも本当歩けないんだよ。でも30分でもいいから歩こうと思ってジム行ったんだけど、ぶっちゃけて5キロの傾斜 5% 結構きついんだけど、これで15分でちょっとダメだと。で俺ちょっとこのまま会社行っても体が持たないなと思って、はい、急遽その会社の前のクリニックで点滴を打って、はい、それで会社に行こうと思います。点滴を打ってから今日じゃあお仕事に行くと。はい、あまり俺はお仕事っていうのは、はい、例えば今日はない、あの今日は確かフルブッキングかもしれないんだけど、あのお仕事っていうのはさ音楽を作る方の日じゃないよ。代表取締役会長としてって言っても、それでも今日の仕事を本業とは認めないけど、まあ、ある意味作る反対側の仕事だよね。要するにこういう格好する仕事、ちょっとなんかお堅い。いや別に堅くないんだけどさ、まあそういう日もあるよね。前撮ったのもこういう日でしょ、うん、そうでしたね、うん、なるべく仕事はさせないように、毎日遊んでふざけてるように撮ってきたのに、こういうことやられちゃうとさ、今までのブランディングが台無しになるんだよ。でなんかちゃんと会長が仕事してるところも見たいっていうコメントがあったんで僕は知ってますけど、まあ知らない人のためにも会長が仕事してる風景を映そうかなと思って。まあいいんだけど、ああ会社の、はい、打ち合わせだったり報告だったり会議だったり、撮影が入ってる。あ、本当ですか。そうじゃなくて、あの会社案内のみたいなやつの撮影とかで、はい、別に誰かが今日は来るっていう気じゃないよ。あ、そうなんですね。全然大丈夫ですよ。あと今回オフィスが変わって写すの初めてじゃないですか。はいはいはい。メディカルクリニック、ここは、はい、会長スペシャル、会長スペシャル、普通が2日よりここまでだろうね、みんなは。普通はそうだよね。そうです、はい、ここからはここからのこの点滴はものすごく高いんです。あ、そうだ。これ会長入ったらすぐ分かるものなんですか。そういうものじゃないよ。はい、うん、でも入ったらすぐ分かるっていうか、気がついたら治ってるっていう。へえ。今すぐシャキーンで治るんじゃなくて、はい、打ってちょっとするとちょっとっていうのも記憶ないんだけど、なんか治ってないみたいな。そのね、これさ、自分でお金を出資して作った会社のエクソソームなの。あ、そうなんですね、うん、で会長が出資を決めるほど効果を実感してるってことなんですか。もともとは、はい、あのエクソソームは脂肪幹細胞って、本当にねお腹から脂肪を取って、その中にある脂肪幹細胞っていうのを培養して、それで、入れるっていうのはね、本物の方の、これは今上澄み液だけど、本物
それをずっと2ヶ月に1回やっていて、で、ここの先生がそのエクソソームの会、あの、なんていうんだ、会社だけど、うん、そういうなんか、作るっていうことになって作ったのよ。マックス FNF なんだけど NFT マックス NFT マックス何？マックス NFC っていう名前になってる。会社名それとも、あの製品名、製品名マックス、会社名は、会社名はあ、ちょっとあのマックス NFC っていうね、コード先生ってあの方ではないんだけど、はい、吉田っていう先生と結構ずっと前から関西部やってたから、何年だ、もう10年ぐらい関西部やってたのかな、はい、そいつと作るから、俺ともう一人友人で何パーだって、20%か10%か忘れたけど、はい、20%かな、出して作る製品名がマックスってマックスって、あの会長のマックスですか。そうだよ多分なんか、うん、あの調子よくなってきますね今これであの最初からカメラ回してるんで、多分視聴者も気づいてるかもしれないです、うん、なんか会長調子よくなってきてるっていう、うん、まあ皆さん変なものではないんで、医者じゃなくしてたんで、はい、これってちなみに僕値段聞いたことないですけど、1本はですね、定価が20万です。20万、はい、うん、でこれは点滴、今松浦さん特集の特別この5倍やるのに5本分入れます100万、はい、だそうです。定価がそうです。さらっとまあ100万円ですね、じゃあ朝から点滴はなんか目の腫れとかがなくなってきてます。さっき真っ赤だったんですけど、今だんだん良くなってきてますね。急速に体調が回復している感じがします、はい、何分で終わる、ダマペン、ダマペンは、やりやすいと5分10分で終わります、うん、はい、あとはあのちょっとなんか、はい、髪の毛がちょっと減ってきたかなっていう、なんとなく気がするんで、頭にダマペンでまたエクソソームぶっ込んで、はい、今からですか、はいこの距離は歩きますよ、うん、だって目の前なの目の前でしょ、本当だ、目の前ですね。あれはさ、はい、ビルの中にお医者さんあったんだけど、今回入れられないじゃん、うん、だから目の前にさちょうどいいところに空いてたんだ。ハイテク、あ、会長の部屋、何変わんないでしょ。でもちょっと広くなってますよね。私はちょっとだけ広くなった、うん、会長の新しいお部屋、前とほとんど変わんないから、はい、引っ越した感じは自分の中ではあまりない。へぇー、ほんと鈴さんがさ、はい、あれがいやつを作るんだと思うけど、これ綺麗なんですよ。モニターもいっぱいあって、ここら辺のスピーカーは前のやつを持ってきてるんですか。そうだよ。じゃあちょっと会議、はい、いきます。ここはもう会議です。はい、じゃあ失礼します。ちょっとぐったりじゃないですか。30分の会議で今なんとどんだけ喋ったろう。なんでアイデアの出し方っていうのはみんな下手くそなんだろうなって思ってたんで、頭きてくるんだよね。そうじゃねえだろうって。なんかみんなさ、なんかこんだけ損が出るかもしんないみたいな言い訳ばっかするんだ、はい、そんなことどうでもいいんだよ別に。そうじゃねえだろうって。今ちょっと売れてるやつを100万倍売るためにはどうするかっていうことを話せって俺は思うんだよ。でもなんか先に言い訳、例えばパリピ孔明をどうすればってことなぜもっと考えないんだみたいなさ、はい、忘れやすい。なんでああにピーナッツが塩を作んないんだってことじゃん。うん、社会現象を作るのはうちの会社の役目なのに、はい、何やってんやってなっちゃうんだね俺決スケジュールが例えばさ、はい、1時間あったらいかに早く走ることかによって事務時間が増えるわけ、はい、作業の今みたいに30分で30分全部使っちゃうとないんだよ、飯食う時間も、うん、
だから早く終わらせたい、ね、余計なことはなくていや、でもぶっちゃけあのさっきの、はい、あれなんだっけ、点滴やんなかったら無理だね、もう帰るっていうことでね、なんとか持つわ、今日は次のミーティングはどんなやつなんですか。一番硬いやつ、トップ3人、はい、俺と社長と林と3代表のミーティングに対してその案件がね、例えば今日だと何だろう、株主総会とかさ、はい、そういうことが入ってくるんだけど、うん、いや、次のミーティングまでってことですか、まだ、はい、もう本当はもうこのまま続いて、はい、一周今49分ですね。次14時からまたミーティングですか。いやもう続けてやるって言われてるから腹減ってしょうがないんだな、これ珍しく、だからベッド持ってきちゃって、どれ10分か。でこれが会社の、はい、あの、ね、お弁当、はい、なんだこれ、今日何油坊主なんだ、俺が釣ったやつだよ。え、だって油坊主、はい、うん、これあの500円です。これ500円ですか。500円です。豪華ですね。シェフが作ってんだよ。何百食作ってんだろう、よくわかんないけど、はい、社員だから2、300食作ってんだよ。なんかわかんないけど500円ですね。会長が釣った魚がこうやって、うん、そうだよ、俺だって釣り社員 の、 あのご飯釣り行ってんだで釣りも仕事ですね。そうだねでもあと10分しかないから食べれねえな、これ多分。どれが油坊主だ、うん、500円は安いな。だって朝作って持ってきてるんですもんね。うん、ね、作る時も、はい、頭が回っちゃって、はい、なんか食べれなくなっちゃうね、ちょっと。それはなんか仕事のことで。これね、はい、よ、なん潜在抑制機能障害っぽいんだ、はい、そういう病気。どういう、頭が24時間回り続けちゃって情報を収集全部しちゃうから散漫になるの、逆に。でも常に全部入れ続けるっていう、その症状を見たら俺全く自分の症状なんだよ。まあ唯一ぼーっとできるとするとしたら、うん、お酒飲んだ時ぐらいね。お酒飲んでもポケットはしてないかもしれないけど、はい、もうお酒飲みすぎて気絶するときぐらいしか本当に何だろう、何もかも忘れられるっていうことはできないだね、できないんだ。でもこれは それだと思う。アメリカではかなり俺なんかクローズアップされてるみたいだけど、日本ではさ全然。これ1個分ですね。はい、行きます。はい、もうふもふがとてもなもう今50やっぱ会長仕事してるときなんだかんだこう生き生きしてますよね。そうか、はい、なんだかんだ楽しそうまあ酒飲んでそこぐらいしかみんなに見せてないから、はい、あのね、あの前に撮った会社の動画が回るってこと自体がびっくりしたから、ね、会社の時のそんなに仕事してないとお前仕事してないふりしてるだけに決まってんじゃん
3時4分。よし、あれ、どう、誰かに何があるの、何ですかこれは。僕は何に、会議室じゃなくて何、何なんだこれ。かっこいいよね。こんなスペースが、あ、ここにロゴがあるじゃないですか。おー、広い。どっちに入れんの。すごい、別の会議室でやるくらいちょっと大事なやつです。そうですね、行ってよ。初めてですか、ここ入るの。うん、すぐ贅沢じゃん。何あれ、何だ、どうなっちゃうんだ。なんか飲み物とか飲めるじゃん。すごいね。スタッフの SNS とか YouTube もやってるじゃないですか。半沢さん、 何をやってるんですか。YouTube やられてるんですか。あ、YouTube やってます。ハイちゃんの YouTube 見てますか。あ、たまに。たまに。あ、油坊主美味しくいただきました。油坊主。ありがとうございます。ハイちゃん、油坊主。油坊主。仕事は会社はこれでおしまい。あとはマリアですね。ちょっと会社を一周、あの、一回もちゃんと回ったことないで。でも回れないじゃん。ここだけ回れないのか。どっから回るの。案内して、俺分かんないよ。一周したいですね。ああ。初めて来たよ、ここまで。これ、初めてだ、これ。みんな不思議だろうな。なんで歩いてんだろう。YouTube だって思うだろうな。広っ。黒岩さん。リモート。リモート。リモート叩いてやる。ソロの会議。ソロの会議して何。リモート。ああ、リモートは。会議やるときに。会議。そうです、そうです。オンラインやるときに。ここじゃできないから。何個あんのよ。これ早く。あれ、何なんだろう。あれ、向こうまで走ってった。一回回ったらもういいかな。すごいね。綺麗だな。これだったらできてるかな。座席数半分しかないわけには全然呼吸休暇もないんです。うん、アニメか。はい。どう見てもアニメだな。うわ、すごっ。ルフィがいますね。この字って言うんですか。ここまで、はい、これどうしまい。はい。あとはもう廊下出たらもうまっすぐに出す。ここでアニメが作られてるんですか。アニメを作ってるチーム、アニメを作ってるチームがいるところだね。へえ。あの、シュンタさんのシンガポール。ああ、すげえ。ああ、会社ごとね。はい、グループアドレス。これ普通はさ、まあ、いる人は、これ普通したら分かんない。はい、あの、俺たちしか分かんないの、はい、略は。略歴です。で、今日はこれから、はい、マリアに移って、会社案内、会社案内のホームページとかの撮影があるんです。はい、ヘアメイクしてこれから。うん、で、スーツ着て、
写真撮影。会長がホームページに載るんですか。いや、すぐ載るでしょう。これが俺の方がいいですでしょ。はい、ここ俺の。あ、だからここからさっきのミーティングがさっきミーティング行ってた扉がここですか。そうこれこれそっち側から。おお、上行ってますよ、ここで。すぐ会議できますね。そういうこと。さっき言ってた上の会議室はまた違うとこですか。あれは、はい、10階の、普通お客さん来ると10階しか行かない、はい、あそこで全部完結するの。ここはオフィスだから、だから応接とか、はい、会議室とか全部10階にまとまった。何時から5時半だっけ。5時半までいくよ。じゃあそろそろ、はい、マリアに移りましょう。向かいます。はい、はあ、疲れた。ポイントめっちゃ溜まりますね。俺来月4億7800万、まだうわ確定してないからね。12日間しか経ってない。12日確定だからまだあと何じゃんね。やば。12日確定でってこと、いつ今、いつ今日何日。22日。まだ今度の12日までまだ使えば使えるここから乗っかってっちゃった。今月は4600万。安く見えるよね。安い。安く見えない4600万。やばいやばいやばい。こっちから見ても安く見えるんですね、ちょっと、はい、使ってないけどさ、極端で240、今度55万しか使ってないんだよ。落ちてる時。えっ、これのその時期ぐらいに針の量増やしたじゃないですか。そうだっけ。そう、まあ、マネージャーさんにクレームいただきました。上げすぎだと。やる気上げすぎだって言われたんですけど、ちょっといや、ちょっと松田さんね、特殊な打ち方をちょっとするので。ちょっと違うんです。すっごい変わりますもんね、松浦さんの。これ今12センチの針を今16センチ入れてる、ね、すごいよ今の。これめっちゃ来た。頭に12センチ打ってるんですか。眼撃です。そこ眼撃です。ここに打つともう今こあ、でも目がすごい開きましたね。めっちゃ開きました。縦幅が全然違う。顔も今一撃で、あ、上がった。本当だ。ここの幅が全然違う。奥の筋肉たちが使えてないと脳神経の反射で、そのこっち側だけやる気がなくなっちゃう。っていうポイントにこう完全に上がっちゃってる。すごいよね。先生の針すごい。すごい。この人なんか入ってやんないよ。お願いします。じゃあ久しぶり。お願いします。いつも通り早めです。これいいの。スイッチ全部きつい。はい、じゃあ今日のお仕事のスケジュールは一通り終わったみたいですね。はい、この会社の時の僕期待されてた映像ですけど、いかがでしょうか。どうだろう、忙しかった。なんか、まあまだもう会食だけなんで、会食っていうのは今日はだけです。下着とかじゃないんで、はい、めちゃ楽です。でも会長の新しい視聴者さんたちは、うん、この会長の仕事してる風景とかあんま見たことないんで。ないだろう、ね、新鮮だと思います。本業ですもんね。本業。あー、違う。なんでこんなに薄ぐらいのわざとこんな薄ぐらいのわざと。アラさん、おはようございます。スノモブリの登場ですね。びっくりしたよね、いきなり回ってるから。会長かっこいいですね。かっこいい。会長一日いっぱい働いて映像残してる。最後会食で弾けておしまいです。弾けておしまいです。今日飲みたくねえから。俺もすげえよ、疲れなんだけど。で、会長、仕事の時の僕、パート2、お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。